何これ。サトシなの。だから違うって言ってんだろ。ごめんなさい、すいません。まずコースを聞いて、それから事務所に電話して、あとそれから店長こいつ無理あんた本当に頭悪いねあんたたちだって大した脳みそ持ってるわけじゃないのに。はあ、なんだって。ゆり、もう一回言ってみな。やめてください。あんたは黙ってな。行こう。いいから行くよ。死者と話せるアプリ。ええ、そのアプリをダウンロードすれば死んだ人間と話ができるっていうの。何か知らない？知ってるか。いや、あなたたちも知らないか。ごめんなさい、話残しようって。それで俺たちが作ったアプリの一番大きな特徴は、ここをタップして設定画面に行くと時間とアドレスが登録できて、指定した時間に呪いのメールが届くんですよ。嫌いなやつのアドレスを登録したらいたずらにも。あんたさ、俺たちのアプリにあまり興味ないでしょ。本当はその死者と話せるアプリを記事にしたいんじゃないの？違うの違うの、ごめんなさい、続けて。一生懸命やってるつもりなんですけど、なんか全然ダメで。だからこの仕事もちゃんとできるか不安で、もしここもダメだったらどうしていいか分かんなくて。だから、私頭悪いですけど、いろいろ教えてください。ゆりちゃん、着いたよ。目の前のホテルの704号室。
さん、いってらっしゃい。ゆさんにも嫌われちゃったかな。気にすんな。でもゆりちゃんは先月辛いことがあったんだ。お客306号室。あ、はい。おい、ドア。ドア。あ、頑張れよ。あ、はい、頑張ります。何やってんの？いいよ。何突っ立ってんのって聞いてんの。あ、はい、すいません、初めてなの。そりゃさっき電話で聞いたよ。しょうがねえな。じゃあ服脱いだら。あ、はい。なんか俺のもの噛まれそうだな。頑張ります。噛むのか。あ、はい。え、あ、いえ、すいません。どっち、噛むの噛まないの。あ、はい、頑張ります。30分延長したいんだけど。次がありますので。おかしいな、君は延長絶対に断らないって聞いてたんだけどな。それに金さえ出せば何でもしてくれるって。人違いです。これで本番1時間なら悪くないだろう。うちの店は本番禁止です。じゃあ文句ないだろう。失礼します。俺じゃ嫌なのか。次の予約がありますので。バカにすんじゃないよ。やめてください。うるせえ。やめて。いや、客を選べる身分じゃねえだろ。いや、やめて、やめて。生きてる価値もない女のくせに。本日はありがとうございました。ちょっとお腹が痛くなっただけ。本当に大丈夫？生きてる価値もないよ。何？私この仕事辞めるつもり。そっか。
お願いです。死者と話せるアプリが記事にできれば絶対に大きく注目されますから、もう少しだけ取材続けさせてください。お願いします。しかし本当にこんなアプリが存在するのかね。間違いなく存在します。単なる都市伝説じゃないの？違います。確信しています。やけに熱心だな。分かった。だが締め切りはもうすぐだからな。ありがとうございます。おお、陽子じゃない。久しぶり。何元気そうにしてんじゃん。全然連絡くれないから心配してたんだよ。10万円、それが嫌ならなしです。おはようございます。おはよう。あ、おはようございます。早いな。借金地獄で荒稼ぎしないといけないのか。死んだおばあちゃんがしっかりしてたおかげで借金なんてゼロです。両親は？え、あ、いません。不思議ですよね。何が？ゆりさんです。どんな仕事でもできそうなの。え？いや、なんでこの仕事してるのかなと思って。母親のせいだよ。最初は普通に会社勤めしてた。父親を早くに亡くして、父親の違う年の離れた弟と母親の3人で暮らしてたんだ。ただいま。彼がね、新しい店を任せてくれるって言うから一緒に暮らそうと思って。新しい店って？今の店だって借金が残ってるんじゃないの？それに彼子供が嫌いなのよ。だからサトシの面倒はあんたが見てやって。じゃあ頼んだわよ。ふざけないで。うせんだよ。お姉ちゃん。なんだいそりゃ。育ててきてやったのに恩知らずな子たちだね。彼女の元には幼い弟と多額の借金が残った。それからこの店で働くようになった。次の客がいんの？延長ですか？30分1万円、1時間だと2万円です。じゃあ1時間4万払うよ。いや、君なら1時間6万払ってもいい。金が必要なんだろう？
ん、携帯鳴ってるよ。お姉ちゃん起きて。お姉ちゃん、おかえり。大丈夫だから。さあ、本当に大丈夫？うん。今日はなるべく早く帰るから。ねえ、延長できるかな？今日はごめんなさい。30分でいいから。その代わり、5万払うよ。1時間10万円。え？それが嫌なら、なしです。詳しくは聞いてない。あの、弟さんはハイたちをけなげにも洗おうとしてたらしい。医者は早く処置してれば助かったかもしれないって言ったそうだ。だからゆりちゃんは自分のせいだと思ってんだ。私毎日おばあちゃんと話をしてるんです。なんかそうするとすごく元気になって。私あの赤ん坊の時にお父さんとお母さんがどこかに行っちゃって、
要するに私捨てられたんです。それでおじいちゃんとおばあちゃんが引き取ってくれて、でもおじいちゃんもすぐに死んじゃって、だからおばあちゃんが私のことを一生懸命育ててくれたんです。あんたの身の上話なんて聞きたくないわ。あ、いや、そうじゃないんです。聞いてください。あの、私毎日これでおばあちゃんと話をしてるんです。そうするとなんかすごく元気になって。あ、いや、そうじゃないんです。聞いてください。あの、おばあちゃん一昨年死んだんです。え？あの、死者と話せるアプリっていうのがあるんです。くだらない。本当なんです、信じてください。あの、私ゆりさんの役に立ちたいんです。ダメですか？やっぱり私の話じゃ信じられないですか？ゆりちゃん、ご指名。はい。許してもらえなくてもいいから、一言でいいから弟に謝りたいの。あの、それって私のこと信じてくれるってことですか？うん、まあ多分。本当ですか？嬉しい。あの、じゃ今からのメールを送りますね。家族や友人と通話ができます。通話相手の名前。
この人の死亡年月日は2012年5月8日。あなたとその人の間柄は弟。この方に電話をかけることができます。ただし向こうからあなたに電話をかけることはできません。で、死者と話せるアプリについて何か分かった？携帯の電波は霊界とコンタクトしやすいという学説を唱えているアメリカの有名な学者がいるとか、モノマネのうまい人間が電話の向こうで話してるだけだとか、ただの悪質なサイトで1分話すと10万くらい請求が来るとか、そういう噂は取材をして分かったんですが、肝心のアプリの存在は？それは、寝ときなよ。何よ。死者と話せるアプリの取材。なぜ？そんな便利なものがあったら世界中の人間がみんな使ってるよ。それなのにちゃんとした情報がほとんどない。それっておかしいだろ。ガセネタだってこと？いや、逆だ。逆？そう、そのアプリを使った人間はみんな死んでるって噂だ。俺はただ陽子のことが心配なだけなんだから。呼び捨てにしないで。一人サービスしてよ。そそくさんと帰らないで。時間とか関係ないで、こっちに働かないって言ってるんだから。おい、お客さん困りますね。お疲れ。あ、ゆりさんお疲れ様です。ねえねえねえ、今日りょうさんが助けてくれたんですよ。どうしたの？まあ、いつものトラブルだよ。
りょうさんすっごいかっこよかったんですよね。りょうさん、そうです ね、はい、今日はもう終わるよね。うん、家まで送るよ。いい、歩いて帰る。お疲れ。あ、お疲れ様です。サトシなの？もうすぐサトシの誕生日だよね。プレゼントは何が欲しい？もう一度教えて。お姉ちゃん忘れちゃったの。サトシなら答えられるでしょ。本当にそんな金額でいいんですか？ああ、いいよ。私、嬉しいです。そんなことでミュウさんの役に立てるなら、あの、本当に嬉しいです。悪いね。いいえ、あの、また何か困ったことがあったら、あの、何でも言ってください。あんたも貸してもらえない？あんた恥ずかしくないわけ？はあ？これは人助けだよ。あの子あんなに喜んでんだし。あ、ヒデさん。ちょっとはいい？本当です、信じてください。私はいつもおばあちゃんと話してるもの。私も最初は信じられなかったんですけど、でも信じて話しているうちにだんだん声がはっきりしてきて、あ、それにおばあちゃんしか知らないことも知ってて、間違いなくおばあちゃんだったんです。分かった、諦めずに話してみるよ。嬉しい、こんなこと初めてです。何？どうした？みんなが私のことを信じてくれて、頼りにしてくれて、こんなこと初めてです。ごめんなさい。あの、弟さんに会いたいって言われても返事しちゃダメですよ。え？返事しちゃダメなんです。私もよくわからないけど、返事しちゃダメなんだって。電話の相手に会っちゃいけないんだって。じゃ、
本当にサトシなの？ねえサトシ、去年遊園地に行った時のこと覚えてる？ジェットコースターとか乗ってすごく楽しかったよね。ゲームセンターで私ぬいぐるみ取るのに夢中になっちゃって、1000円以上使ったのに全然取れなくてさ。でもサトシが自分で取るって挑戦したら一発で取れて、サトシすごいなって思ったよ。サトシがいなくなって私どうしたらいいのか。お姉ちゃん誕生日、恐竜図鑑が欲しい。サトシ、サトシなのね。うん、僕だよ。サトシ、お姉ちゃんを許して。ごめんね、サトシ。サトシ、サトシ、返事して、いるの？サトシ、面白いよね。あの学校の教室のやつが好きなんだけど、あれ覚えてる？そうそうそう、猫のやつ。うん、ただいま。またかけ直すね。うん、うん、ごめんね、うん、はい、じゃあまたね。最近楽しそうだな。そう？なんかあった？秘密。明日の昼空いてる？え？今日の私の格好。別におしゃれするほどの店じゃねえの。かわいい？ねえ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 、りょうさん、どうかな？
私初めてなんです。何が？あの、仕事に自信が持てたなって。何やっても怒られてばっかりで、あの、おばあちゃん死んじゃった時私どうしようかと思ったんですけど、でもりょうさんみたいな人に出会えて。あ、りょうさんだけじゃなくて、あの、お店の人たちみんないい人たちばっかりで、なんか本当に感謝してるっていうか。スープ冷めるから早く飲みなよ。あ、はい。やっぱりりょうさんは違いますね。何が？え、だってこういうお店よく来るんでしょ？まあ昔はな、学生時代に友達と会社を起こして、あの頃はうまくいってたからな。それが、それがビジネスの世界では平気で人を騙すやつが5万といる。それが嫌になった。え、じゃあ亮さんも騙されて？俺が騙したその友達を。まあでも結局失敗してここにいるってわけ。そうだったんだ。家族の借金のために働いてる子見て、なんか自分が恥ずかしくなったよ。それって、私借金とかないけど、あの、みんなの役に立ちたいって思ってるっていうか。ああ、いや、ごめんごめん、まゆちゃんじゃないよ、ゆりちゃんだよ。ゆりさん、最近なんか様子がおかしいからさ、本人に聞いても何も教えてくんねえし。私のことじゃないんだ。っていうかさ、人に金貸して喜ぶってないよ。だからミユに金貸すのもうやめときな。いいように利用されてるだけだよ。いいように利用されてる？マユちゃんどうした？おい、何してる？だからマジで許さんのありえないんだよ。何を？私が死んだって連絡しても来なかったくせに。これはあんたがいけないんだよ。あんたが金をよこさないから携帯電話止められちゃったんだよ。これで返す。なんじゃ意味ないよ。200万ぐらい持ってんだろ。返って、もうここから出てるって。200万ないと困るんだよ。出しなさい。誰があんたなんかに。親からもらった大事な体でたんまり稼いでんだろ。知ってんだろ。おい、200万円出しな。ねえ、てめえ一体どこに200万隠してんだよ。おい、こっち来いよ。
んな体して誰に産んでもらったと思ってんだよ、てめえの体。200万円出しな。ないないってば。出しな。ない。ったく、ゆりちゃん、家族っていうのはね、困った時は互いに助け合うもんなんだよ。この役立たず！ちょおばあちゃん、今までありがとうございました。りょうさんとお幸せに。今からおばあちゃんに会うんです。本当に知ってるんですね。死者と話せたアプリだろ。ダウンロードできるサイト知ってるよ。そのサイトの URL 教えていただけますか。せっかくだからここにして俺の最後を取材しないか。 URL はその時教えるよ。どういう意味ですか。さっき友達にここに来るように連絡を取ったんだ。意味が分かりません。去年癌で死んだんだ。仕事をなくして家族にも捨てられた俺を電話で励ましてくれた。けども疲れた。だから迎えに来てもらうことにしたんだ。鴨下さん、あ、ちょっと。
鴨下さん。鴨下さん。もしもし、まゆちゃんが死んだ。え？さっき警察から連絡があって。おばあちゃんに会うって本当だったんだ。え？ゆりちゃん、どうした、その朝何時だったの。え、まゆちゃんが死んだの。7時ぐらいじゃないかって。死因は突然死としか。詳しくは解剖しないとわからないらしい。6時過ぎに電話があったの。まゆちゃんから。やんじゃいけないってそういうことだったんだ。さっきおばあちゃんと会ったって言ったよな。まゆちゃんのおばあちゃんもう死んでんだろ。なあ、俺にはもう何が何だか分かんねえよ。まゆちゃんとなんか隠し事してたんだろ。死者と話せるアプリがあるの。え？このアプリを使えば死んだ人間と電話で話ができる。まさか。私毎日サトシと話してる。ゆり、本当よ。まゆちゃんもそのアプリ使ってたのか。会いたいって言われても。お姉さん会いたい。返事しちゃいけない、会っちゃいけないってまゆちゃんが教えてくれたのに。そんなのインチキだよ。誰かが適当に話してんのを弟さんだと思い込んでるだけだ。違う。
悪いこと言わないからもうやめとけって。どうしてインチキだって言い切れるの。まゆちゃん、リホのことが好きだったのよ。え？あなたのことが好きだったのよ。気がついてた。あなたは人の気持ちが理解できないのよ。私のことも何も分かってない。ユリ帰って。俺はユリの子だ。ユリあげろって。ユリ、お姉ちゃん。電話待ってた。明日誕生日だね。うん。おめでとう。あのね、お姉ちゃん。何？あのね、誕生日には帰ってもいい？サトシ。お姉ちゃんに会いたい。ダメ？ダメなの？家に帰りたい。家に帰ってお姉ちゃんに会いたい。ありえねえ。週刊未来ネット版より抜粋。死者と話せるアプリは人の心の隙間につけ込んだ詐欺アプリだ。死んだ者と話ができると偽って高額な使用料を後日請求してくる悪質なアプリとして問題になっている。したがってそんなアプリがあっても決してダウンロードしないように。記事の本当の狙いは詐欺を防ぐんじゃなくてアプリに殺されるのを防ぐためなんだよ。死者を呼び出してあったらそいつは死ぬしかないんだ。死者と話せるアプリがあるの。私毎日サトシと話してる。ユリ、大丈夫か？心配になって。私今とっても幸せだよ。え？会うことにしたの。ユリ、帰っておいでって言ったの。これからサトシが帰ってくるの。ダメだ、そんなことダメだ。おい、ユリ、ユリ。
ただよ。ユリ、ユリ、おい、大丈夫かユリ、おい、しっかりしろって、ユリ、おい、おい、ユリ、そうだろ、おい、ユリ、起きろって、おい、ユリ、おい、なあ、ユリ、ユリ。竹彦との時間はまだまだたくさんあると思ってた。それなのに。すまなかった。あたしバカだから、あたしバカだから、あなたがいなくなって初めて分かったの。あなたがどれほど大切だったか。ありがとう。どうしてあんな事故を起こしたの？酔っ払って運転するなんて。私にもう少し時間をくれれば竹彦に素直になれたのに。ごめんな。俺あの日やけになってたんだ。それでつい飲みすぎちゃった。何かあったの？飲み屋に行ったらカメラマンの本間さんがいた。それで一緒に飲むことになって。そしたら本間さん結構酔っ払って、
かせて。お願い。陽子と寝たよって写真を見せられたんだ。これは…サトシ、お誕生日おめでともしもし、もしもし、もしもし、俺だ、リョウだ、ユリ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 なのか？なんだ、何が言いたいんだ？お願い。お願い。すいません。すいません、まだ開いてないんですよ。ゆりさんのお母さんですよね。何か？ゆりさんから伝言を預かってきました。なんだって？200万用意できたから、今夜仕事が終わったらこのアプリで電話してほしいそうです。何？あの子200万用意できたって？わざわざありがとうね。一つ聞いていいですか？なんで？死ぬのは嫌ですか？今はまだ死にたくないですか？当たり前だろ。じゃあ生きてて楽しいですか？失礼なやつだね。嬉しいね、突然会いたいだなんて。撮影早めに切り上げてきちゃって。あ、こんなとこじゃなくてどっかうまいもんでも食いに行くか。いつの間に写真なんか撮ってたの？
何の話だよ。写真武彦に見せたんでしょ。ああ見せたよ。どうしてよ。わからない。武彦が死んだのは俺のせいだって言いたいの？そうよ。私が悪い。だから私のことを思いっきり殴ってよ。私の娘でしょ、うん、これから電話するから。これでこの店は取られないで済むわよ。それにさ、私いい考えがあるんだ。内緒。いや、分かったわよ。うちに帰ったら聞かせてあげる。もしもし。よく聞こえないわよ。ゆりなの？はい。私、お母さんよ。約束通り電話したわよ。お金、今持っていきます。あ、いや。あのね、この間はユリに悪いと思って200万って言ったんだけど、本当はもっと必要でさ。お金今持っていきます。ねえユリ、聞いてよ。本当はそれじゃ足りないの。だから慌てなくてもいいからさ、今すぐじゃなくてもいいのよ。お金今持っていきます。今日はもうこんな時間だし、今すぐじゃなくてもいいから。お金今持っていきます。分かったわ。じゃあとりあえず200万、今ちょうだい。店で待ってるからすぐに持ってきて。Yeah.
しもし、ユリ、俺だ。聞こえるだろう。ありがとう。俺好きだ、ユリのことが好きだ。嬉しい、そう言ってもらえて。会いたい、もう一度会って話がしたい。頼むユリ。亮は私の分まで生きて、必死に生きて、そして私の分まで幸せになって。いやダメだ、俺はユリと一緒に。お願い。いや、お願い、お願いだから。分かった、約束する。よかった、約束だよ。おい、ユリ、ユリ、ユリ。さよなら。さよなら。